こんばんは。2月3日火曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの石田がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイム、ドル円は1円にも満たない狭いレンジ相場でしたが、その中でなかなか激しい乱高下をたどっています。日銀が1兆円規模の銀行保有株の買い取りを再開すると発表したことを好感した動きが観測される一方で、買い取り額が1兆円では足りないなどといった見方が交錯。為替市場は荒れる展開となりました。なお、そうした中、今日は別途オーストラリア政府が420億オーストラリアドル規模の追加景気対策を発表したほか、RBA、オーストラリア中央銀行は、オーストラリアの政策金利を 1% 引き下げると発表しています。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は依然としてボックス内にとどまっています。今日の東京タイムにも、ドルの上値90円レベルを一時トライしましたが、抜け切るには至りませんでした。やはり89円から90円をコアにしたボックスはなかなか居心地が良いようです。したがってこの後も引き続き89円から90円をコアにした1円強のボックスをいかに、そしてどちらに抜けるのかがチャート面でのポイントになるでしょう。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。アメリカの経済指標は、12月の中古住宅販売が発表されるだけで、それほど大きなものは予定されていません。しかし、モトローラや GM の金融子会社である GMAC の決算発表が予定されていますので、まずはそれらに要注意だと思います。また、毎度のことですが、ニューヨークダウを中心とした株価動向にも注意する必要があるでしょう。一方、それらとは別に、今日のニューヨークタイムには、権利行使価格90円ちょうどの通貨オプションがまとまった規模で行使の期日を迎えると言われています。思い起こせば、先月21日にも同様のオプション期日があり、その際にドル円は一時87円10銭レベルを記録し、年初来安値を記録するなど、荒れ模様の展開をたどったことは記憶に新しいところです。当時のような大荒れの展開、あるいは二の舞をたどるのかどうかは別にしても、予想外の価格変動をたどる可能性には一応の注意を払いたいところです。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。